今日はこの冬俺の中で最もハマった大根の食い方を紹介しよう。かなり簡単だがめちゃめちゃうまい。使う物はこいつらだ。主役の大根。大根は部位によって性質が異なる。上部は水分量が多くて甘みが強く、サラダなど生食用に向いている。下の方は繊維質が多く辛みが強い。大根おろしや漬物向き。ほんで中部は水分量と甘みのバランスが良く、形も良くて柔らかい。煮物に向いてる部分だ。今回はここを使う。10センチほどの大きさに切り出し皮を剥く。大根の皮はピーラーを使ってもいいが、煮物の場合は厚めに剥くように。大根の皮の下の部分は繊維質になっておりやや硬い。この硬い部分を取り除いておくことで味が染み込みやすくなる。そしたら大根を2センチほどの幅にカット。さらに大根を半月切りにする。大根はこのままだと硬くて味が染み込みにくいんで、オーソドックスな下処理だとまずこいつを一度下茹でする。水から茹でて沸騰したらそこからさらに15分から20分ほど茹でる。しかしこれは少々面倒なので、今回はレンジを使って手っ取り早く下処理していこう。耐熱皿に大根を敷き詰めたら、水を大さじ1、2杯ふんわりとラッピング。そしてレンジを使って蒸していく。600ワットで6、7分ぐらいや。待ってる間に他の食材を切っていこう。ちなみに余った大根の皮だが、俺の場合はいつも細切りにしてきんぴらにしている。作り方はごま油で炒めて同量の醤油とみりんで味付けするだけや。ご参考までに。お次はナルト。ラーメンなんかに使われる場合は薄切りだが、厚みのあるナルトはむっちりねっとりした食感が楽しめるんで、今回はやや厚めに7、8ミリほどの厚さで切っていく。余ったらおでんの具材にしたり、ぜひ前回の動画のラーメンの具材に使ってほしい。そうやって何度も私の動画を見てほしい。トッピング用のネギも用意する。こいつはお好みの量を小口切りに。そうこうしてるうちに大根が仕上がった。蒸気が熱いんでラップを取る際にはご注意を。仕上がりの目安だが、このように爪楊枝を刺してスッと通るぐらい柔らかくなってれば OK だ。つうわけで仕込みは以上だ。鍋にだしを3カップ。大根が完全にかぶるぐらいの水分量。煮詰めるので気持ち多めで。今回は簡単に顆粒だしでいきます。本だし小さじ1と1/3、砂糖を小さじ1、みりんと醤油を大さじ3ずつ。勘のいいやつならこの味付けを見て勘づくと思うが、めんつゆを薄めるだけでも OK だ。そこに大根を入れて沸かし、沸いたら弱火にして20分ほど煮て味を染み込ませる。蓋はしなくていい。一通り煮えたらナルトを投入。さらにこのタイミングで天かすを入れる。今回天かすは2回に分けて入れる。1回目は煮汁にコクを追加するようだ。適度な油はコクと旨味をもたらす。ここからさらにもう5分煮詰めていく。こんな感じでナルトがほんのり色づき、適度に味が染み込めば OK だ。
さらに追い添加す。こちらは後入れで食感にサクッとしたコントラストをもたらす。トッピングにネギ、そして仕上げに七味唐辛子を振りかけたら完成だ。たぬき大根。うん、箸でさっくり切れるほど大根が柔らかい。うめえな。短時間の煮込みでも味がしっかり染み込んで口の中で溶けるほど柔らかい。レンジのおかげで手っ取り早く作れて非常に助かる。最高。厚めに切ったナルトももちっとした食感で実にうまい。ナルトあんまり買わない人多いかもしれんが、インスタントラーメンやうどん、チャーハンなどちょっとした具材としていろいろ使えるんで結構おすすめだ。安いし。そしてなんといってもポイントはこの天かす。今回は割とオーソドックスな味付けだが、天かすを加えて煮込むことでコク深く奥行きのある味わいになる。最初に入れた天かすは煮汁に味の深みとコクをもたらし、また天かす自体もうまい煮汁を吸収し、お麩のような一つの具材として成立している。そして後入れの天かす、こいつがサクサクとしたアクセントになって、これもまたいい仕事。七味唐辛子も欠かせない。ご飯のおかずとしても合うし、酒のつまみとしても申し分ない。あとは好みで肉や豆腐を入れてもいいし、ここにうどんなんかぶち込んでもうまそうだ。最高。